し。はい、皆さんおはようございます。ご心配おかけしました。はい、復活しましたんで、今日は10月3日月曜日の朝なんですけど、はい、今日はね、僕の普段乗っとるデュトロが、相棒が車検になったためこれに乗っとるんですけど、このイスズの予備車に乗っとるんですけど、ちょっとね不具合が発生して、こう今エンジンかかっとってね、これアクセル踏みますよ。アクセルこう踏みますよね。そしたらこれ分かります、音で回転数がこれずっと上がったままでしょ。要はね、このアクセルペダルが戻ってこんのんですよ。でこう足でこうね、手前にクッとやると戻るんですけど、いきますよ。ほら、これがアクセル離した状態の通常の回転数ですよね。これやばいんですよ。アクセル踏みますよね。ほら、踏んだらもう踏み込んだままの状態になってるんですよ、勝手に。でこうアクセルペダルこうやって戻さんとね、ダメなんですよ。これやばいでしょ。これちょっと今積み置きの廃材積んでドバの方まで来とるんですけど、これを下ろしたらちょっとまたすぐ事務所に帰ってね乗り換えます。はい、でこれはもうちょっとあの部品を変えないと多分直らんと思うんで、なんかこの間ね、あの修理工場の人が来てから油を塗ってくれたみたいなんですけど、もうそれでもね直ってないみたいで、俺それ知らずに乗っとってからさ今日で走り出してちょっとして、なんか回転数が上がったままになっとるなと思って、最初チョークかと思ったんですよ。このこれ映ってるかな、このチョーク、これかと思ったんですよ。でこれをあの絞っても全然回転数が落ちんので、おかしいなと思って、で途中で気づいたんですけど、アクセルこう踏んでら、ほら踏んだまま回転数がもうずっとねえ、じゃけ運転しようってもうあれですよ、なんかオートクルーズ機能みたいになっとって、アクセル離しても勝手に進んでいくんですよ。あ、これは冗談の気で危ないと思って、もうすぐ事務所に連絡して、はい、でもう今からまた戻って乗り換えることに、ね、なりました。はい、まあ、用心してちょっと帰ろうと思いますけども、うん、危ない、本当危ない。これグリス刺してもどうこういう問題じゃないんでしょうね、多分ね。よいしょ、ほら戻らんもんね。ほらアクセル踏んで離して戻ってないもんね。これだけ、ほらこの分最後のカツンだけ戻らんのんですよ。どこの問題なんかね。あー、ここがこのここが腐っとるな、付け根が腐っとるな、まあ問題ないでしょうけど、あ、でもここの問題かな。ここが腐ってね、錆びて腐っとるけ戻りが悪いんかな。こっちの問題じゃないでしょうからね。うん、多分部品を変えんとダメでしょう、これは。はい、今ね廃材下ろしてきたんですけど、これまた戻ってないね。ね、全然違うでしょ回転数が。あ、今戻ってるね。なんかねやっぱりこの中の方の部品がおかしいみたい。この辺についてるなんか部品、あれを変えんとねダメじゃろうってから今うちの鳥羽の人が言ってましたけども、よくわからんよねこの辺のメカニックはね。うん、まあ今から乗り換えに事務所におります。はい、今事務所に向いて帰ってますけど、まああの鳥羽からね数キロ圏内なんで、まだこうやって自走して帰れって言われてますけど、本当ならね、あ、今普通に戻っとるねアクセル。本当ならね、あのロードサービスとかね、そういうお世話になってる修理工場とかのトラックを呼んだりして持って帰ってもらった方がいいかもしれんのですけど、はい、
悪くなったっていうことなんで、まあ、なんとかこれ、まあ、マニュアル車、クラッチ切ればね、なんとかあの止まれるんで、うん、ニュートラルの状態で止まれるんで、これ怖いな、自転車が、この時間帯。おい、どうかやの。ダメ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 。うわ、危ないな、これチャリがもうほんま。今ね、横にうちの会社の人が、あの女の先輩の人がね、来ましたけど、なんかその先輩もこれにちょっと前まで乗っとったみたいなんですよ。これもう台車なんで、予備車なんで、これ乗ることがあったみたいで怖いじゃろうって言ってましたけどいやいや、直しとってやと思ったんですけどね、今分かっとんだな。まあその先輩が乗ってね、あの一回その修理工場を入れて、油を、さっき言ったように、ね、油をなんか塗ってもらったみたいなんですけど、でその後に僕が今乗っとるんで、まあ、結局直ってなかったっていうことですよね。交換せなダメなんでしょうね、ほんまね。このトラックね、ドバの作業員さんも乗ることがあるんですよ。でさっきその人に聞いたら、もう多分部品変えんとダメじゃろうってね言ってましたけど、このアクセルので なんかワイヤーの戻りが渋いんですかね、ワイヤーの動きがね。うん、これ電子スロットルじゃないですよ、多分まだ多分ワイヤー式の方だよ、どうなんかな。うん、だけそのあたりの動きも渋っとるのも原因かもしれんってね、あのネットでさっき調べたら書いてありました。はい、まあ、よう分かりませんほんま。まあ本当にね、ちゃんと治って帰ってくることをね願うしかないですけど、こうやってね走るのは別に普通に走れるんですよ。そう、今結構普通にアクセル離しても大丈夫だね。アクセル離したら普通にペダル戻ってきてますけど、まあ何があるかわからんけどね、本当本来ならまあ釣りに来てもらった方がいいでしょうけど、乾燥するとどうしても咳込んでしまう。はい、ちょっとドリンク買ったりします。よいしょ、よいしょ。わあ、これ前乗っとった人のタバコが入っとるわ。いや、ほんま嫌でしょうね、あのトラック専用車じゃない人はね、嫌でしょうね。やっぱり僕らはね専用車で仕事できるんでいいんですけど、で毎日毎日いろんなトラック乗る人は嫌でしょうね。こうやって人の吸い殻が乗っ取ったりね、いろんなことがあるんで、今日レインボーマウンテンとエメラルドマウンテンにしました。上番ね、はい、じゃあ帰りましょう、帰りましょうって、まだ仕事始まったばっかりなんですけどね、とりあえず事務所に向けて帰って、ジュトロね、相棒に乗り換えて、だから車検がちょっと先延ばしになりましたけど、はい、よいしょ、はい、安全運転で今日も頑張っていきたいと思います。 ありがとうございます、おばちゃん、ありがとうございます。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。また明日、さよなら。